速報、プレー以外に発言までも絶好調の久保建英、ペルー戦期待してほしいときっぱり。先日のエルサルバドル戦で1ゴールにアシスト、プレーでも格の違いを見せつけた久保建英さんが、試合後に様々なコメントを残している。ペルー戦もコンディションはすごくいい、全然期待してもらって構わない、と発言。また今回の代表合宿スタート時には代表ではまだ1得点追いつけ追い越せで僕が一番結果を残せていれば万々歳かなと思う。1点取れてばあとはどんどんいける。試合後には今回はやりたい放題だった表紙にしやすいんじゃないですか。結果が出ようが出まいが焦らない。そのくらいの余裕はありますね。と、スペイン仕込みのユーモアも混ぜながらコメントも絶好調だった模様。ちゃんと結果も伴ってるね。マジで日本のエースだわ。ソシエダでの活躍といい日本代表での活躍といい本当に世界レベルなんだと痛感するよ。頼もしいの一言。久保10番つけてほしいマジで。今の日本代表で一番重要な存在。久保と同じレベルの選手も一人いれば無敵やな。三笘との連携も少し良くなればさらにいいかもね。ビッグマウスをビッグマウスと感じさせない男。ワールドカップのクロアチア戦の体調不良が悔やまれる。ソシエダの試合早く見たい。口だけじゃないことを信じてるよ竹。背番号は10番でお願いします。